巨人の中島博之さんについてですね。記事で状態がいいみたいな話を、ロッテの里崎さんとか言ってて、で、YouTube で見たんですね。で、阪神の、西投手から1対0の多分中盤以降、代打かなんかで出てたと思うんですけど、で、同点打を打ったみたいなところだったんですけど、まあ、その1球しか見てないんですけど、これもう1球だけで、あ、これすごいなって思ったんですよ。で、ですね、どんな感じだったかっていうと、カウントとかちょっと分かんないですけど、インコースの多分、シュート気味の多分中に食い込んでくる球を、三遊間に、抜ける球、そんなところショートが取って、まあ、内野安打っていう感じで、同点になったので、タイムリー内野安打みたいな感じだったんだけど、で、これは、要はその状態の良さとか技術力がその現れているのかなっていうふうに思いました。で、なんでかっていうと、多分その厳しいインコースの球って、普通に打ったらヒットにならないんですよね。で、多分 ほとんど多くの人は、あの三遊間のヒットは、まあ、たまたまそこに飛んだみたいな話で片付けてしまうと思うんですけど、多分違うと思うんですよ。で、僕、まあ、これはあくまでもその分析なんで、本人も聞いてないし、ちょっとそれはすり合わせできないと思うんですけど、あくまでも僕の分析だと、あれはその反対方向に、打つ意識をしないと、あの三遊間にボールが飛ばないんですよね。で、具体的に、なんだっけな、まあ分かると思うんですけど、インコースの球を普通に引っ張って打った場合、極端な話、あの球はファールになるんですよね。で、まあ、それはそのだ、だし普通に野球やってきてる人とか、まあ、ちょっと野球やったことある人だったら分かると思うんですけど、インコースの球ってかなりの確率でファールになるんですよ。で、中島選手が打った球ってインコースの、ちょっと真ん中高め、まあ、若干インハイ気味の、しかもそのシュートで食い込んでくる球だと思うんです。多分西投手ってシュートって投げるんで、多分そんな感じだったと思うんです。若干こう内側に入ってくるような球だったんですよね。で、まあそのカウントとかちょっと分かんないんですけど、多分その阪神のバッテリーも、要はその意図のあるインコースのその、まあ、インコースへのシュートの一球だったと思うんですよ。なぜなら、中島選手は広角打者で反対方向に追っつけて打つみたいな、要はそういうタイプの打者なんですよね。まあ、センターから反対方向に打つ意識が高いっていう場合、まあ、要はその打率を残す、その出塁率が高い選手っていうのはそういう、まあそういう原理原則みたいなところなんですけど、だけどそういう打者っていうのは、まあその真ん中から反対側の球っていうのをこうほっつけて打てるんですけど、インコースの球っていうのは要は流し打ちにできないんですよ。なかなかっていうか相当難しいっていうか、できないんですよね、かなり。で、まあそれを
意図して、要はバッテリー側からしたら中島選手はライト側に、センターがライト方向に打つっていうのを分かってるから、内角に要求したんですよね。で、それに対して中島選手は、要はヒットにしたっていうことなんで、これは、要は、なんていうんですかね、その、阪神側の、こう、意図に対して、中島選手がそれ以上の、その状態の良さと技術力で対応したから、中島選手に、まあ、軍配が上がるような、結果になったんですよね。まあ、結局0対1みたいな、多分終盤7回ぐらいだったと思うんですけど、まあ、菅野選手が投げててこうなんか喜んでたんで、まあ、0-1とかで、まあ、菅野選手もその0-1のまんまいったら、要は自分が負け投手になっちゃうんで、そしたらその1点しか取られてないけどもう負けがついちゃうんで、結局その日多分逆転勝ちしたかで、多分菅野投手勝ち投手になったか、そんな感じだったと思うんですけど、3日4日ぐらい前に。まあ、そういうわけで、なんか LINE のニュースかなんかで、元プロ野球選手が、中島選手、今の中島選手は、まあ、そのすごい調子がいい時の、いい状態の時の中地だみたいな、感じで言ってたんですけど、実際にまあ YouTube でそれ、まあ、それしか出てこなかったんですけど、その直後、昨日あたりに、2安打打ったみたいな感じで、その2安打ちょっと見たかったんですけど、まあ、それが出なくて、そのタイムリーは出たみたいな話だったんですよね。で、まあ、一つ思うのが、まあ、その状態のいい中島選手を起用しているっていう、この、まあ、そのフロントサイドの、状態、その現場の把握するっていうのはやっぱすごいなっていうのは今ちょっと思ったんですけど、多分それはその石井拓朗コーチとかがいるんですよね、巨人に。ちょっとびっくりしちゃったんですけど、巨人いんのかと思って。で、要はその現場って、現場の人って、まあ、井端コーチはもういないのかな、わかんないですけど、現場の人って、要はその選手のその状態を正確に見れるような、そういうパラダイムを持って人がコーチになるべきというか、まあ、なるのが まあいいなって思うんですよね。で、まあそういうふうにまあみんな編成知ってると思うんですけど、まあたまにその要は何て言うんですかね、そのコーチ手形があって FA で来てそのままコーチになったとか、まあなんか長いものに流れる的な感じで、まあ、コーチになれたとか、あんまりそんなに技術はないけど、そういう感じでコーチになれた人とかも、まあ、中にはいると思うんですけど、でもそういう、こう、要は、石井拓朗選手とか、まあ、その井端選手とか、まあ、井端選手とか、井端コーチとか、石井拓朗コーチとか、まあ、そういう人って、要は、その、まあ、石井拓朗さんなんかは、もう、守備も、まあ、走塁ももちろんなんですけど、バッティングもめちゃくちゃすごかったんですけど、やっぱそういう人だと、もうバッティングのいい状態、良くない状態っていうのは、その自分自身が長年、2000本安打とかで20年ぐらい、20年以上やってきているわけだから、この選手は状態いいなとか、この選手はちょっと状態良くないなとか、なんか下半身が使えてないなとか、粘りがないなとか、もう分かると思うんですよ。だからそれを現場、そういう人がやっぱ、そういうパラダイムを持った人が現場にいると、やっぱそういう、あ、中島選手も状態いいから、使えるんじゃないですかみたいな感じで、こう監督に言って、で、多分原監督ももう3度目、4度目みたいな監督、再任でやって、もう今までのキャリアももう、もう申し分ないっていうか、もう監督で優勝しまくってるんで、なんかもう、一時的に今年絶対優勝するとか、そういう短期的な結果をも要求されてないし、別に1年で辞めても2年で辞めてもまあ1回ぐらいの感じだと思うんですよ。今までも相当な実績があるんで。そしたらその腰を据えて、まあその現場のコーチの声を聞いたりとかする余裕とか、新人の人を使う胆力みたいなのもあると思うんですよね。ちょっとこう、身体、なんだっけ、サードショートの二十歳の
桐生第一から来た選手とか、まあ、すごい注目してるんですけど、まあそういう感じでなんか気づいてみたら、なんか巨人結構面白いなと思って、なんか選手がいい選手結構多いな、野手に関して。当社ちょっと分かんないんですけど、野球全然見てなかったんで、まあ、ダゾーン契約したんで、まあ、ちょっと見てみようかなと思うんですけど、まあ、そう、中島選手。そう、中島選手は、まあ、そういうわけで、今年、かなり成績残すんじゃないかなっていうふうになんとなく思いますね。で、ファーストで、ね、そのタイムリー打った後の、なんだっけ、ベンチのすごい喜び具合がすごい、こう、なんですかね、本当に純粋にみんな心から喜んでるみたいな感じだったんですね。それはすごい、大きいかなっていうふうに思うんですよ。要は、状況的に劣勢で同点打を打ったっていうことだったんで、みんなやったっていうふうに、まあ開幕戦初戦だったんで、まあみんな勝ちたいじゃないですか、特に。っていうのもあったし、でも0-1で6回7回ぐらいだと思うんですけど、本当に難しい局面で 要はそのヒットを打った、中島選手がヒットを打った、これはすごい本当にまさにベテランの、まあ、その百戦錬磨の選手がそういう難しい、局面で、チームのためにその勝利を貢献したっていうのは、それはその誰もがああいう、まあ、ベンチの表情、あの表情を見たときに、あ、すごいなと思って、みんなからこう、まあ、中島選手も多分2年、巨人に来て2年目ぐらいだと思うんですけど、でもそれって、チームの人から信頼されてなかったら、みんなああいうふうに心から喜ばないと思うんですよね。ってことは、やっぱ中島選手が、まあ、慕われてるかどうか分かんないですけど、すごい嫌な存在ではないと思う、選手間の中でも。やっぱりそうだと思うんですよね。まあ、その実績もあるし、メジャーにも行ったし、まあ、メジャーではちょっといい結果にはならなかったかもしれないけど、まあそういうわけで、すごい今年以降、そのすごい楽しみだなと思って、もともと中島選手はその、西武でもう、なんていうかね、ショートで入ってきて、本当に8番ショートでスタメンで出て、すごいワクワクしたのは、多分僕だけじゃなくて、やっぱその西武の生粋の西武ファンの人からしたら、なおさら中島選手っていうのはこう特別な存在だと思うんですよね。西武ファンでも多分まだ巨人に行ってもまだ中島選手が好きっていう選手は多分いると思うんですよ。まあ、その前はその松井稼頭央さんっていう、まあ、今西武の2軍の監督やってるんですかね、っていう、まあこうすごいこう系譜で来てるんですけど、で今、まあ、源田選手とかなんですけどね。はい、なんで、まあ人気もすごいありますしね。で、まあオリックスにちょっと行ってから、ちょっと、まあなんていうの、結果的には良くなかったっていう話なんですけど、でもその状態っていうか、その元々のその、なんていうか、いや、そのバッティング技術とかそういうのはもう申し分ないのは、まあその西武のキャリアとか見ればもう誰でも分かるようなことなんで、まあ、あとその状態の良さみたいな話だと思うんですけど、まあ、それで、状態がいいみたいな話だったんで、まあ、今後、まあ、僕の2個上なんですかね、僕今年6なんで、中島選手が38ですかね、今年。なんで、ね、全然まだできるんですよね、多分。例えばそのイチロー選手なんかも、39くらいからマリナーズに、からヤンキースに行って41ぐらいまでヤンキースで結構2番とか1番スタメン出てたりとかしてたんで、全然できるんで、まあすごい楽しみだなっていうふうに思います。